Okay, I understand. 憂鬱だね。赤い棒と左の壁に当てた。憂鬱が降りてきちゃった。憂鬱が降りてきちゃった。ダメなんじゃないの。憂鬱が落ちる前に何かしなくては。憂鬱だ。分かった分かった。行け。ほにゃ。今だ。今だ。みなちゃん。みなちゃんよと憂鬱。本当に。みなみな。ちょっと憂鬱が降りてみな。降りてくる前ね。何つだ。憂鬱が降りてくる前。考えよう。今考えよう。憂鬱になる前に何をしなきゃいけないのかっていう、まず人生観から考えてみよう。人生、いや、みな、人生において憂鬱にならないためには、みなたはどうしますか？やっぱり初めはね、なんかこう、遊びに行くのがいいと思う。ってことは、このピンクの子を、こう、ウィーって、こうね、ジェットコースターみたいな感じで、こっちに、こっちにやればいいと思うんだよね。だから、行け！ジェットコースターだよ！これ乗って！遅い！ジェットコースターっていうのはもっと早いもんだよ！遅い！ちょっと待って。わからない。はじめは憂鬱を止められない。憂鬱が迫ってくるもんだって。どんなに頑張っても憂鬱は迫ってくるもん。どんなに楽しいことしようとしたってあいつはやってくる。そう、早いんだこいつだ。これ友達作ってあげてもダメか。わかったわかった。友達いっぱい行け。友達攻撃。ダメだ、憂鬱がでかすぎる。憂鬱に勝てない。いやー、よく考えられたゲームだな、これ。憂鬱は止められないってね。そういうことだね。憂鬱は止められない。でも、友達がいればなんとかなるかもしれないだと。頑張れよ、勝て。友達に、友達がいれば憂鬱勝てるだと。ちょ、どっちよ、これ。どっちしたらいいんだ。袖を考えてね、確かに。袖を考えたゲーム。うにゃ！お前ら友達や。これから千年の時を一緒に生きる友達や。そう、このように最初は仲が良かったものの、だんだん目指す方向性が変わって距離がだんだん開いていく。彼女は包み、また彼女はゆっくりと歩を進める。なかなか追いつくことができない。でもまた、それもまた人生。いつかきっと巡り合う。平行世界線を歩いているとなかなかたどり着けない。だがチカチ、別の道を行けばまたどこかで巡り合えるかもしれない。そう、彼女は歩を進める。先の未来を見据えながら、まだかまだかと逆の方向に行く。逆の方向に行けばまたいつか出会えるかもしれない。クリア。いいね。右の壁に当てと。ヒーロー右の壁に当てと。 OKI understand this woman. Fly away. ドン！ Yes, I do! 刺さった！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 うわぁ、なんか、ああ、銃撃ちそうになってしない！じれったい！この距離！じれったい！あともうちょっとで銃するのに！次回！ゴジラとヒーロー、ヒスを交わす。うわ、ネタバレだ！ちょっと待って、これどうしよう。まだいける！ ノー！ チュー！ 次回！ ヒーローとゴジラ！ 分かれる！ くそー！ どうすんだこりゃ！ はい！ 3！ 3！ はまったー！ 足蹴りされてるー！ おい！ 3！また来てもこいつだ。次回復縁する。ちょっと待って、これどうしよう。地下に潜りたいなって思いました。火事さえなくなればあったかいのにゃ。